よいしょ。よし。さあ、こんにちは、波風です。本日も動画の方をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今日のこの動画は久しぶりにスタイリング動画を撮りたいと思いまして、というものの最近ですね、こちらのローランドオーウェイインファインのクイックグルーというスタイリング剤を最近とてもすごく使っておりまして、こちらを使ったダウンスタイルの少しパーマの残っているマッシュスタイルのスタイリング動画撮っていきたいと思います。なのでおろしのスタイルとかパーマのスタイリングとかそういった方の参考にしていただければ幸いでございます。それでは早速やってまいりましょう。早速もうドライヤーを使ってスタイリングをもうすぐにした後に、最後にこちらの商品のねいいところとかをね語っていきたいと思います。で、まあ、最初に軽く話しますと、こちらのローランドというブランドはメイドインイタリーでございます。イタリア生まれのスタイリング剤でございまして、で次のサロンカシっていうねお店をオープンするんですけども、そちらに入れるスタイリング剤を探していた時に、まあ、一番デザインが良くてそして性能と香りがいい、そんなスタイリング剤を見つけてしまいまして、でこれがですねかなり説得力はある方ですね。でアリミの面のフリーズキープグリースより少し柔らかくて、でもアリミの面ほどなんかこう引っかかりが少ないんですよ。なのでおろしのスタイルにもとても使いやすくて、最近ではお客様にパーマの仕上げはほぼこれを使っておりますってぐらい、かなり最近発見して気に入ってるスタイリング剤なので、早速これを使ってやっていきたいと思います。でいいところとしていいところとしてはセンターパートのねスタイリングにも使えるんですよね。なのでおろしでも使えて揚げでも使えるっていう本当に究極のスタイリング剤を見つけてしまったので、早速こいつを使ってやっていきたいと思います。価格は3000円です。やや高いんですが、お店でも今販売しておりまして、あとはネット販売もしております。ネットだと通販のねサイトがあって送料が700円かかってしまうので、これ買うの4000円ぐらいしてしまうので、お店に行って買う方がお得です。では早速始めてまいりましょう。今日はちょっとこのサングラスかけさせていただいてるんですけど、まあ、サングラスというかギパールのメガネで行かせていただきます。はい、ではね初心に帰りまして、しっかりとスタートからねスタイリングの方をご紹介していきます。まずは朝はしっかりとシャワーを浴びてしっかり濡らしてください。朝は寝癖をですね水スプレーで軽く濡らすぐらいだと、あんまりこう寝癖が完全に治りきらないので、時間がまあない方でもある方でもなるべくシャワーを浴びてしっかり濡らしてください。でここでまず初めに大事なのがタオルドライです。はい、これ先月この間買った無印良品のね厚手のタオルです。タオルドライをしっかりしてください。これはどの髪型にも言えることなんですけども、髪に余分な水分が残っているとスタイリングをするのにとても時間がかかってしまうので、ここでもうほぼねほぼほぼタオルドライでしっかり水分を取ります。はい、ちょっとタオルドライ先ほどもねすでにしていたのでこのぐらいですね。ちょっとハゲ散らかしてしまいました。でもうなんかこのままつけてもいいんですけれども、夏場とか春とかはねあったかい日だったらこのままつけちゃっても OK です。ただ今冬でね少し寒いので風邪をひいてしまう恐れがあるので、根元だけドライヤーを使って乾かしていきます。でドライヤーを使って乾かす時のポイント、おろしのスタイルですとあんまりこう一方向だけにこうね風を当てるのではなくて、これはもうほんと初期の動画でもね、たくさん言っていたんですけども、左右から風を当てたり後ろから横から前からいろんな方向からドライヤーで風を当てていきます。やっていきましょう。まあ、いろんな方向から風を当てる理由としてはですね、この根元がふんわり乾いてほしいのですよ。で根元をふんわり乾かすために左右から横から前から後ろからいろんな方向から乾かしていきます。で最終的に流したい方向に風をこう当てて、流したい方向にちょっと手を使ってね乾かしてあげます。でももう本当に根元を乾かすだけでいいですね。ちょっとタオルドライをかなりしっかりやっていたのでドライヤーがあんまりいらなかったんですけども、このぐらいのちょっと触った時に湿り気が残るぐらい、8割ドライぐらいですね、2割ぐらいの水分を残してください。でこのクイックグルーがですねそこまでウエットになるスタイリング剤ではなくて、ナチュラルなんだけど自然なツヤ感とやや空気感、ドライな質感も入っているので、なんかそのドライとウエットのミックスしたねミクスチャーな素材感というか質感なんですよね。なので早速ねつけていきましょう。
まあ、このぐらいちょっと湿り気が残るぐらいがいいですね。あのパーマヘアとかの場合ですと、パーマヘアとか言っちゃった、パーマヘアの場合ですと、このねドライをあんまり乾かしすぎてしまうとちょっとこう乾燥してパサッとしてしまうので、やや水分を残してください。では早速つけていきます。はい、ではねこちらがローランド、ローランドというブランドの中のオーウェイインファインというラインのクイックグルーというスタイリング剤です。出してみましょう。これはですねちょっと固めのクリーム状のテクスチャーですね。このぐらいつけます。1センチ、1.5センチぐらいのクリーム、これを出していきます。でテクスチャーはですね少しこう固めのクリームっていう感じなんですよね。なんか今まで使っていたルシケアのミルクの3番とかよりもかなり硬い印象です。これをしっかり手に伸ばしていきます。で手に伸ばしてもあんまり手がね白くちょっと残るぐらい、この状態で早速つけていきます。はい、ではね今しっかり手に伸ばして、これを全体に、最初は前髪にはつけずに全体に手を振るようにつけていきます。でこいつはですね結構硬さがあるので、なんかでも硬すぎず柔らかすぎず、その絶妙なちょうどいいバランスの質感なんですよね。こいつの良さっていうのは、今までモデニカナチュラルの F とかムースとかで先にパーマ感を出した後に固めのグリースとかで少しこう崩すっていう作業をパーマヘアとかの場合結構してたんですけど、こいつはですねこの1個でそれが叶ってしまうというとても万能なスタイリング剤でございます。だからもうパーマ感もしっかり出しつつも、こういった崩した動きが出せるっていう、なんかすごいね今までにこういうスタイリング剤はなかったですね。で近いものとしてはさっきも言ったアリミノフリーズキープグリースの1個下のアリミノのハードミルクっていうのがあるんですけど、ハードミルクよりも硬い印象です。ハードミルクとフリーズキープグリースの間ぐらい、そういう質感でですね、こういったちょっとこうパサッとしたラフな空気感が出せつつもパーマの質感というのがしっかり出せるんですよ。でこれはパーマヘアに限らず、パーマじゃない髪の人にも結構おすすめですね。で髪質はですね割とどの髪型にも使えるんですけど、結構難毛でペタッとしやすい人なんかにもとてもおすすめで、ではこの空気感が出てふわっとしてそこまでベタつきが少ないので、なんか時間が経つとペタッとしてしまうっていう人にはとてもおすすめで、剛毛の人でもパーマをかけた時にこれを使った時にとてもいい質感になったので、割とどんな髪質にも使えるスタイリングじゃないかなと思っております。こんな感じでございます。手順としては全体にバーッと散らすようにつけた後に揉み込みます。少し揉み込む。でその後にちょっと手に薄く ついているものを前髪周りに少しつけてあげる。もうこれであとはバランスを整えたら完成でございます。でバランスとしてはですね、あんまりこのトップだけを動かすわけではなくて、全体的にふんわりと柔らかいひし形までいかないぐらいのバランス感を見てください。で前髪周りもあんまりこう束になりすぎない、でも自然なこの透け感を出してあげる、こんなぐらいですね。いかがでしょうか。少しドライな質感ですね。はい、なんかすごく自然な感じですよね。ナチュラルなテクスチャーですね。本当にナチュラルな感じなんだけど説得力があるっていうのが今までなかったんですよ。柔らかいもので自然な風合いになるミルクだったりとか、モデリカナチュラルの J とかね、あとはクリームタイプの柔らかいワックスっていうのは説得力がなかったので、そこを結構気にする方って多かったんですよね。なのでハードスプレーを最後に振ったりとかすることでキープ力をプラスしていたんですけど、こいつはナチュラルな質感をキープできるっていうね、そいつがもう最強かなと僕は思っております。でフリーズキープグリースとかのああいう硬いものでおろしのスタイルっていうのは少し難しかったんですよね。なのでそれを使いやすくして、さらに絶妙な質感を作れるようにして、そして香りがとてもいいです。香りがですねちょっとシナモンとか甘さがあるようなもので言うとですね、チャイみたいな匂いですね。チャイでございます。
はい、チャイのようななんかこうスパイシーな香り、さすがメイドインイタリーということもあってね、やっぱりイタリア生まれのスタイリング剤とかイタリアのシャンプーってとてもいいんですよ。ダビネスっていうシャンプーブランドとかもね、シャンプーとてもよくって、でそんな中でももう世界の中でも一番おしゃれなスタイリング剤が僕はこれなんじゃないかなと思います。このねローランドというブランドは本当に今出ている日本のブランドのスタイリング剤っていうのはなかなかやっぱりねおしゃれなパッケージとか香りがね少ないんですよ。なのでやっぱりねメイドインイタリーのこのローランドはちょっとこれに勝るものしばらく出てこないんじゃないかなと思っております。はい、ちょっと興奮しちゃいましたが、ということで今日はねローランドオーウェイインファインのクイックグルを使った大人なナチュラルなマッシュヘアのダウンスタイルのスタイリング動画でした。なんかこうすごいウェット感が出るわけではないんですけど、ナチュラルな質感で程よく動きが出せてキープができて軽いツヤ感もあるというね、ほんとそんな絶妙なスタイリング剤のクイックグルでございました。はい、足早に説明してしまいましたが、と髪型として向いているのはですね、こういったおろしのスタイル、あとはパーマのスタイルで、センターパートにするときに僕はこれを使っているんですけれども、京都の旅行の時もこれでやってましたね。でその時にね、顔周りがややセット力がちょっと弱いかなと思ったので、そこだけフリーズキープグリースを本当に2ミリぐらいちょっとねこの前髪周りにつけてあげるっていうテクニックを使うと、こいつでもう万能に下ろしもセンターもどっちもいけるかなと思います。で上げるスタイルですね、こう七三分けとかでがっつり上げたいって人には少しセット力がそこまで強くはないかなと思います。そういう方はアルミノのフリーズキープグリースかジェルとかがおすすめなんですけれども、こちらはもうねナチュラルなスタイルをセット力をつけたい人って感じですね。だからまあセット力を10段階でアルミのフリーズキープグリースを10とするとハードミルクが5ぐらいだとして、こいつは7ぐらいな印象ですね。ちょっとアルミの面のスタイリング剤を使ったことない人は分かりづらいかもしれないんですけども、そこはちょっとねご了承ください。ということで今日はこのやっぱりいいんですよね、本当にめちゃくちゃいいんですよ。なんか絶妙なこの空気感が出せるというのが今までになかったスタイリング剤かなと思います。ということで本日も動画の方をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。今日はこのローランドのクイックグルを使ったナチュラルマッシュのスタイリング動画の解説でございました。コメントの方も全部見させていただいておりますので、何かわからないことだったり質問がありましたらぜひぜひお寄せください。それではまた次の動画でもお会いしましょう。それではアリー。